皆さん、お待たせいたしました。ここからの時間はエクストリームバイクデモをお届けしてまいります。デモ走行を披露してくれるのは KTM の木下慎介選手。皆さん大きな拍手をお願いいたします。さあ、それではまずこの KTM RC8 を使って、まずはバーンアウト、すごい拍手だ。そして皆さんのところに向かって、さあ、ぐるぐるぐるっと回ってドリフト状態で、そしてウィー、そしてストッピー、280度ターンして元に戻ります。さあ、ここからバイクの上に立って手を振っています。スタンディングウィリーノーハンド。さあ、続いてさあ、ストッピーからバタクル。さあ、またウィリーで皆さんに、これね、これだけの大きなバイクを集めるのはこの木下選手、世界を探してもね、本当にこの選手しかいませんからね。さあ、皆さん、ゴールスタイルの皆さんがどん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 盛り上げてくれないと、この KTM のバイクをね、皆さんを楽しませることできませんからね。さて、次は何を見せてくれるのか、木下選手。さあ、ドリフトしてるとバイクのサイドに乗った状態ね。そしてぐっと回ります。さあ、もう一度ウィリー、この豪快なテクニック、 KTM のバイクならではあると。ガードレールにギアを乗せて素晴らしいパフォーマンス。さあ、続いて左のターンを繰り返してくださいね。さあ、こちらホームスレート戻ってきました。ここからオイルスピンした状態で、さあ、これが頭で逆立ち、見事に決まった。ヘッドスタンド、そしてスクレープ。さあ、続いてさあ、ウィリー、リアを振って、そしてストッピーの180度、360度ターンして、今度はドリフト状態で、ドリフト状態、綺麗に回る。さあ、続いて見せてくれるのは何でしょうか。さあ、ワンハンドストッピー、見事に決めた木下。さあ、続いて見せるのが、おお、すごいすごい、次々繰り出るこの技も KTM RC8ならでは、素晴らしいロングストッピー、見事に決まった。さあ、続いて何を持ってくれるんだ。またしてもこのウィリーからこの合わせ技、綺麗に見せます。さあ、皆さんを煽って煽って、木下慎介煽ってください。どん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 盛り上げて、さあ、この170馬力のマシン RC8 を見事に操って、木下選手ピアを捨て、さあ、ホームストレート現れてくるのか。さあ、ここからどうする、どうする。おお、バイクの上に乗って、おお、逆立ち、後ろを向いて、見事に立ちました。皆さん、大きな拍手。こんなことができるの木下選手しかいませんからね、皆さん。そしてストッピー、見事に決まった。さあ、まだまだバーンアウトを続けています。この辺りを踊るもの、フロントのブレーキと、そしてアクセルをうまいこと使い分けて、右手左手が綺麗に動いている。さあ、最後綺麗に立ち上がって、気持ちを持って、皆さん大きな拍手をお願いいたします。さあ、直してもらうので、ね、スタッフに任せるとして、これが RC8、 見事にレームに当てて飛ばしていきます、飛ばしていきます。さあ、まだまだ終わらない。さあ、フルロックから、そして180度ターン、見事な程度スラレドルフト走行。さあ、8の字を書きながら
このモンスターマシン R シート184から170まで切るマシン見事にコントロール。そしてリアを上げながらまだゆっくりゆっくりバーンアウトした状態、この派手な走行で戻ってきました。ゆっくりとカウンターを切って、これができるのはね、めったにいません木下選手、そしてこの RC8 だけ。さあ戻ってきた。さあ今度は右のサイドに皆さん大きな拍手お願いします。そして今度はスタンドとして見事にアルシェードのデモ走行終了。さあそしてここからまだまだ続きますよ。今度は KTM のアドベンチャーに乗り換えての走行。今度はね217キロ150までくるこのマシン、このね大きなモンスターバイクを操れるのも当然ねこの木下選手だけ。総重量250キロ、当然ねこのバイク普段普通の車に比べても十分軽いですからね、大きさだけじゃないんです、大きいけど軽いんです。この運動性能を見てみて、さあ5キロあるこのモンスターをね受けた状態で、木下選手このバイクを取っていこうと思いきました。まずバーンアウト、さあ綺麗にバーンアウトを決めていく。さらにはボーナスターン正常円で回っていきます。この KTM アドベンチャーを使っても全く同じ、さあフロントロックさせながらストッピーを試みるが、なかなかリアが上がらない。サークルから当然ここホームストレートに戻ってきて、さあ皆さんのアピールがあればあるほどどんどん伸びますからね。さあボックスを叩きながら見てろよと言わんばかりにいきます。さあウィリー今なぜか見事にリアをすることができました。もう一度行くか。さあもう一度、おーストッピー見事に来ました。さあ壁に向かってからブレーキをうまいこと使ってホイールスピン、まだまだ終わらないこのアドベンチャーの走り。さあ木下ウィリー、さあリアの箱をつけるほど、もう一度行くか、もう一度行くか、見事です。さあ皆さん大きな拍手。そしてストッピー乗ってきた乗ってきた、ブレーキもしっかりと合わせて、このコース思いっきりこのアドベンチャーを振り回している木下慎介。さあ皆さんこの木下の走りどうでしたか。今手を振って皆さん大きな拍手をお願いいたします。KTM アドベンチャーを使った木下慎介の走り、KTM 木下選手、皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。それでは以上をもちましてエクストリームバイクデモ KTM 木下慎介選手の走行、皆さん改めてもう一度大きな拍手をお願いいたします。